ですマイカーをお持ちの皆様今年もですね車の税金を払う時期がやってきました、まあ、私もね毎月じゃないや毎年毎年複数台の、えー、車の税金を払ってますので、まあ、どうやったらね、えー、このお得に税金が払えるかについては結構シビアなんですよで今回はですね私がね毎年4台の車の税金を納めてます 4台中3台がいわゆる3ナンバーで排気量の大きい車なんでね、税金がゴツンゴツンと10万円単位で来るわけですよね。こちらの方ね、いかにお得にお支払いしてるのかをちょっと解説したいと思います。すべてのマイカーユーザーさんにね、お得になる情報ですんで、最後まで聞いていただければと思います。なるべく手短にお話します。まず、支払いの方法で、 えー、大体ね、今回ね、5種類ぐらい持ってきましたので、5種類の支払い方法の中で何が一番得なのかなっていうふうな第1段階をお話ししようと思います。支払い方法、現金、口座振り替え、クレジットカード、電子マネー、そしてスマホ決済、自宅で決済ですね。この5つの方法があると思います。えー、もちろん、私の場合はスマホ決済を毎年使っています。 それはね、一番得だからですよ。それではですね、一つ一つの支払いの仕方によって、メリットとデメリットを比較してみようと思います。まず、現金払いなんですけども、現金で払う場合、手数料はかかりません。しかし、ポイントも入ってきません。そして、現金で払うために出かけていかなくちゃいけませんよね。うん、まあ、シンプルな払い方ですけども、最もメリットがないものかなと思います。現金払いは一番損です。二つ目、口座振り替えです。 まあ、口座振り替えの手続きを一番最初にしていれば、税金がね、えー、毎年毎年自動的に引き落とされるわけですけども、えー、メリットはありません。えー、まあ、簡単っていうことですかね。デメリットはポイントがないってことですかね。今の時代、大きな金額支払うのにポイントが入らないのは痛いと思います。三つ目の支払い方法はクレジットカードです。これ、クレジットカードなら自宅で支払うことができるんですよ。これがメリットです。しかし、デメリットとしては、クレジットカードで払う場合、なぜかね、 手数料がかかるんで、料金上乗せされちゃうんですよね。ここが痛いところなんで、クレジットカードは現金以上に悪い手だと思いますね。で、四つ目の方法、電子マネーです。まあ、電子マネーで払う場合、ポイントがつくんですよね。ものすごくわずかですけども、えー。しかしね、これね、コンビニでチャージをしないといけないっていう問題がありますので、私は電子マネーを使うんだったら、最後の方法、スマホ決済がいいんじゃないかなと思います。さあ、スマホ決済のメリットですけども、 これね、ポイントが付きやすいってことがあります。ポイントが付かない税金支払いもありますけども、ポイントが付くものもあるんですよ。ですので、今回は、ポイントが付く支払い方法の中で、何がお得かをちょっとお話ししていこうと思います。えそして、デメリットなんですけども、特にありません。<laughs> スマホを持っている方はもうほとんどだと思いますので、アプリをダウンロードして、しかるべき最初の設定をね、ポンポンポンとすれば、あとは毎年毎年、快適な税金の支払いが可能になります。そしてポイントも入ってきます。まあでもポイントがね、5ポイント、10ポイントって入ることはもうありませんけどもね、今日は最大でどこの支払い方法がポイントが一番高いのかをお話していきます。それでは第2段階です。もうすぐ話は終わります。はい、じゃあね、スマホ決済の場合、 選択してどの方法があるかと言いますとまずね楽天ペイ次にファミペイですよねで au ペイがありますペイペイっていうのがあります l i ン e ペイがあります d 払いっていうのがありますでこの中で楽天ペイとペイペイはまあメジャーだと思いますんでこの2つの方法の中にね得があるんじゃないかなということなんですけどもまあこれね結論言っちゃうと楽天ペイ以外は損なんですよ、うん、損っていうかね得しないんですよね あの、ペイペイ払いだってポイントは何もつきません。ただ、簡単に支払えるだけです。もちろん、それだけでもすごくいいことなんですけどね。でも、どうせ払うなら楽天ペイがいいと思います。楽天ペイの場合は、えー、最大でポイント還元が2.5%。ね。楽天ペイが最大なんですけども、それでも2.5%なんですよ。だから、30万円の税金を払うと、7500円。これがやっとなんですよね。まあ、私がこれに該当するんですけどもね。多分、私以上に、 車の税金払う方はなかなかいないと思いますので、その中でひねり出したのが楽天、こう、楽天ペイで払うってことですよね。私ね、ほとんどね、楽天なんて使わないんですよ。だから本当税金の支払いの時だけです。ですけども、まあ、いずれにしてもね、支払わなければならない場合は、普段使ってるペイペイではなくて楽天ペイってことになりますね。で、楽天ペイは、こういうふうにね、アプリがありますんでね、ここにあるんでしょ。アプリを起動していただいて、 そして、この QR コードを読み取りでスキャンすれば OK ということになります。ここにね、QR コードの画面出てますからね。これでお支払いいただければいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、以上ですね。結論。自動車税はスマホで楽天ペイで払いということでございました。それじゃあ。